ゲオ幸福国母店に夕暮れ時のゲオと堀店ゲオ、クラワンカ、平方店ゲオ名の浜駅前店、株式会社ゲオは愛知県名古屋市中区に本社を置く企業。ビデオレンタルを主としたメディアショップジオとリユースショップチェーンストア、セカンドストリートの店舗運営支援卸売業を主力としている。ビデオ、DVD、CD のレンタルに加え、中古テレビゲームや古本、 古着、店舗によっては、新品も扱う。日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合及び、コンピュータソフトウェア著作権協会、日本映像ソフト協会、日本流ス業協会、日本流通自主管理協会、リユースモバイルジャパン、携帯端末登録修理協議会に加盟している。徹底した店舗へのコスト削減と、商品、 サービスの安価提供で業績が急成長してきた会社として知られる。同業他社のレンタルビデオ店を買収して、中古ゲームソフト売買を導入して収益化したり、民事再生に陥った異業種他社の店舗をゲオショップに転換して収益化するなどによって、急速に店舗数を拡大してきた。ナスダックジャパン上場を経て、設立から15年で、 東京証券取引所一部上場を果たした。2011年11月のグループ企業再編によって、ゲオグループ内のメディアショップ運営を担うことになった。株式会社ゲオでは、2019年1月末時点で、DVDCD ゲームソフト、書籍などのアミューズメントソフトのレンタル、中古販売買取新品販売を行うゲオショップを1207点展開。 うち線3 1点が直営であり、代理店、フランチャイズ店は176店舗に過ぎず、直営主体の営業に変化はない。2013年4月セカンドストリートの、九州合併によって、ゲオグループ内のリユースショップ運営を担うことになった。総合リユースショップセカンドストリートや大型、リユースショップスーパーセカンドストリート、医療、服飾専門、リユースショップジャンブルストア、 アウトドアギア専門リユースショップセカンドアウトドア等のヤゴでリユースショップを555店舗を展開している。2002年4月にゲオコミュニケーションズのブランド名で携帯電話代理店事業を開始。2009年6月に中古携帯の売買開始。2014年4月に新品、中古、アクセサリーグッズの総合モバイル専門店スマートコレクションをオープン。 2015年度からゲオモバイルブランドを展開。ゲオ宅配レンタルとポスレンというサービス名で DVD ブルーレイ CD コミックの宅配レンタルを展開。ゲオ TVU サービス名で VOD サービスを展開。一般作品と成人向け作品で構成されている。ゲオの名前の由来は大地の意であるジオをラテン語読みしたもの。なお、ジオという商標はもとは レーシングドライバーである鈴木アクリのスポンサーをしていたことなどで知られる株式会社エスポコミュニケーションズが1980年代から1990年代前半にかけて参加のレンタルビデオ店や不動産事業、事務機器製造販売などの事業展開におけるブランドとして使用していたものだった。その後、エスポの経営悪化からゲオミルダが独立し、商標も後に エスポからゲオに譲渡された。その後、ジオの商標を使用していた、当はメックス及びビデオシティの店舗を買収し、ジオの商標を排他的に使用するようになった。レンタルビデオチェーン、ジオの千葉県内の店舗のアルバイト店員が、ポンタカードの番号で、レンタル会員検索をして、客の個人情報を私的に使おうとしていることを、ツイートしていたことが分かった。チェーン店では、 大手コンビニのローソンなどと違って、個人情報が見られるシステムになっており、ジオ側は、実害は聞いていないが、再発防止に努めたいとしている。2007年7月5日から8月31日、プレイステーション3専用ソフト、僕の夏休みさん、北国編、小さな僕の大草原用に、プレイステーションストアにて、ゲオロゴ入りオリジナル T シャツを、無料配信。詳細は、 ゲオホールディングスグループ会社を参照ゲオに吸収合併されたものなお、ゲオエブリはゲオグローバルの子会社で、ゲオステーションはゲオエブリの子会社である。従って、資本関係はゲオゲオグローバル、ゲオエブリ、ゲオステーションとなっていた。また、ゲオフロンティアはゲオとゲオエブリが半数ずつ出資していた。ありがとうございます。